い、ではお昼ご飯の時間になります。いただきます。いただきます。もしかしたら似たような形かも。女性の赤ちゃん。ちゃん。変顔はいつから得意分野に始めた？変顔？言ってたっけ、この。あれ、プロフィールの方に。あれ？プロフィールに書いてるわ。うん。プロ一番最初に書いたプロフィールかも。なんか人生で一回もしたことない。こんな人いるんだ。え、ある？友達の前でしょ。でも、トレの回数が少ないんだったら全然大丈夫。人生で一回もしたことない。自炊したりとか。ご飯びっくりじゃん。びっくりした。それにしてもお腹がすくのめっちゃ早い。なんめっちゃちょっとだだ変顔あるの。あ、そっか。やめなよ、ちょっと。やばいじゃん。できないじゃん。いや、やろうと思えば。すごいね。そんなことあるんだ。なんか、あんましたくないっていう人はさ、見てもさ、したことないとか、本当に。よく言われます。うん、友達と変顔アプリ撮ろうって言われて、撮ったんです。その時私がぶりっ子すぎて、ぶりっ子した覚えないんですよ。マジで変顔したんです。そしたら、なんかダメだったらしくて、すごい漏れてたんですよ。やばかった。漏れちゃう、漏れちゃう。ノリいい友達だからよかったんですけど。危ないところでした。危ないね、それは。え、でもなんかさ、渡辺さんがさ、変顔できた方が可愛くなれるよ。なんでもさ、ちょっとなんかシンプルにそのさ、いろんな表情できるからって。はぁ、ふやふや食べてやる。変顔しよう。うん、次、うん、分からんけど、曲によるけど捨て味噌にね絶対ダメ。え、でもさ、症状の一つじゃない。うん、それだけに頼らなければ。まあ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 。タイミングによる。え、踊ったことある？ちゃんと、踊ったことある。本当にやばいよ。ちょっとジャンプ。あ、そう。ソース味ですか。去年さ、
第1曲だったんだけど、本当にすごいすごい言われた。うん、よかった。すごい。シンプルね、簡単だけどね、しんどいよね。そのままだ。多分知らん。いっぱいついてるんだ、多分知らん。置いてある。あ、でも、あの。かわいい。そうなの。途中一回気を置くごとにだんだん出店になってくる。そんなことないよ。え、わけないでしょ。あれだよ、あの最終日に近づいたからね、練習集中しなきゃと思って、集中するとめっちゃ静かなんだよね。するな。だっていいことも悪いことも書いてるからやめた方がいいよ。成長できますよ。怖くてできないんです。いや、知りたいじゃないですか。え、まあ大丈夫ならいいんだけど、なんかまあでもな、けどね、それを読んじゃってもうね、悲しくなる人も、うん、いいならいいよ。でもちょっと早く頑張ってきました。めっちゃ遅いですよ。いや、すごい知れるので楽しいんですよ。やってるよ。やってますよ。めっちゃ楽しみですよね。え、けど候補生に対して厳しくない？厳しくない？いや、そういうとこ好きですよ。うん、自分中ちょっと好きです。何？ツイッター？あんまやるの？見てるぞ。このシナパちゃん、マジで見てるぞ。これ、ニコ生ですか？見てるぞ。ツイッターでいいことあるの？全部見えてない。見えない。悪いこと？私めっちゃ大好きですよ。何でも。エゴサで悪いことを書かれるの好きって言ってるの。違います。違います。そういうことじゃないですけど。悪いことは成長できない。悪いことゼロにできる。頑張ります。すごくない？だって大体の候補生のことなんか嫌なコメント読んで落ち込んじゃったりするじゃないですか。意外と見てる子見てますよ、今回。見てる子。タイムシフトとか。やめてください。ラで見てる？引き気味みたいな。いやいや、すごいなと思って。見てるぞ。ね、マジでみんなに伝えたい。成長できますよ。メンタルによる。その子の。気にするは気にするの。いや、気にするっていうか、気にして成長できるよ、頑張るみたいな。ちゃんと見ようって思うんだ。はい、見なきゃと思って。鋼だね、メンタルが。やばいね。本当にメンタル。いや、でも、やっぱりどんどん少なくなっていくとすごい嬉しいので。何が？あ、悪いコメントが、はい、だからどう少なくなってんの？絶対分けてなんか自分で茶碗みたいな。お椀で一回もう一回分乗せて、うん、これだとあれですけど、うん、って分かるから。いやだ、怖い。俺が昨日の夜ドラマ悪く言ったの分かっちゃうじゃん。昨日の夜すごかったらしいですね。すごかったです。すごかったらしいです。見たかったよ。 WBC ですか？違う、すごかったです。違うわ、それはプレミアムタイムだわ。わくろさんあ、すごかったなんからしいよね。なんかいろんな方が、あー、電話ね、出てきて、家帰ったらゆっくり。そうですね、お金払ってしっかり。なんか契約切れてないと怒られます。どういうこと？なんか見るんですよ、ニコ生さん登録したいなと思って来て見てて、で切るじゃないですか、危ないなって。でまた登録しててやろうとしたら切るじゃないですか。お金ね、怒られます。節約するために毎回切ってるってこと？
私はずっと入ってますよ。ありがとうございます。アイドルの方も入ってますよ。ありがとうございます。ニコドルの。どうもどうもどうも。よしよしよし。貴族超えて王族ですね。もう王族でございます。でも分かる。お金ない時そうしたくなる。サブスク分かりくないです。ん、いや、おかしいよね。間違えてよね、絶対。見てくれ。お米あるよ、あっちに。おかわりしようかな。美味しく食べる。元気出ない。米がないと。あんだけ動いたら食べないと。ありがとうございます。トマトって何ですか？ん？トマトまだ出てないですよ。トマトまだ出てない。トマト食べれないの？食べれない。確かに。でも去年は毎日サラダ、なんかパックのサラダにトマト絶対ついてたから、うん、確かに俺も食べてない気がする。え、本当ですか？ずっと言ってました。じゃあもう出ないんだ、トマト。アレルギーなんですかね、誰かが。うん、あ、もしかして。そういうこと？去年まずね、応援しながらずっと食べてた。うん、トマト。じゃあ違うんですか？高いかな。すごいトマトね、マジだ。こじまた。こじまた。こじまた。ご飯食べる。はい、おかわり。いいよ。おかわりすごっ。おお。食べた方が。もっといける。泣いちゃう、泣いちゃう。泣いちゃう、泣いちゃう。ワークしてほしいですもん。もう食べれないとか痛くなるもんね。ねえ、ほんとにどんどんワークしてほしいわ。どんどん、ね、疲れる。土みたい。ねえ。いいんですか？ちょっと土みたいな。マルさん本当に写真撮るセンスなさすぎるんですよ。なんで公式の写真で、はい、こう撮るから私たちの三等身みたいな写真ばっかり。ライブ終わりとかの写真三等身。2年前の話です。三等身の写真。それでも言われてからこう。逆で撮るってめっちゃ言われる。こういうこと？え、違う違う違う。え、こういうこと？確かに今のこうやって撮ってる。本当に入ってきます。ガチャガチャガチャ、オッケー。何も大きいです。見てないよね。投資気にしなかった。そういうことばっかり言う。二投資の日になっちゃう。じゃあ俺も。
テストスないですよ。今も。そうやって止め起こす市場って言われたら。はい。これは。頑張れ。頑張れ。ご飯が先だ。何よりも優先だ。フルーツじゃなくて、フルーツポンチ。あ、フルーツポンチだ。これ10分いけると？いや、ひたすら。あとごめんなさい、あと15分来たとこ。ありがとうございます。うんうんうん。映ってるよ。みんなまだご飯食べてるから、ご飯が頑張れ。私の課題はご飯です。ご飯多いもんね。多いもんね。大変だ。早いです。そうだよ。食いしん坊だから私。初耳です。食いしん坊。ご飯大好き。でもマクドもちょっと痩せてない、痩せたんじゃないですか。気をつけてね。なんかおてて。確かに気のせいですかね。気のせいです。ピチピチ。
どんぐらいなんですか？どんぐらいです。ああ、でもそんな近くなかった。お願いします。変顔します。いつもが変顔です。これが変顔です。そういうのじゃないです。変顔、うん、じゃあ、やっぱ先輩に見本見たからね。なるほどさ、はい、すいません、ちょっと一発変顔ください。変顔ですか？はい、変顔、変顔ください。ちょっと後輩がわからないみたいなんで、あ、すいません、お願いします。マイカさんの真似です。はい、できますか？変顔、絶対。あ、遅い。勝ちました。勝ち負けとかじゃないんです。あ、ですよね。どうです。こういうのちゃんと恥ずかしがらずにやってくれると。いい感じですか？いい感じなんで。はい。いつでも変顔します。言ってください。トギちゃんすごいんで。あ、トギさんすごいですよね。はい、すげえ。みたいな。真帆ちゃんも変顔もらっていいか？ちょっと待ってください。私歯磨きして。マジで歯が。歯磨き中ですか？歯磨きをしてからじゃないと歯に挟まってるから。クリーム映ってないからね。だからちょっと待ってください。そっか、じゃあ夜ね。夜がいいな。今振り返りしてるの。ああ、ニコ生見ながら。全然邪魔しないで。いいんですかね、これ。どうしたの？どうしたの？どうしたの？大丈夫？なんか食べきったのね、あなた。おかわりしたのにしてないってもらえるから。ああ。おかわりアピール。いけいけいけ。かき揚げかっこいい。私かき揚げしないんだよ、俺。しますか？ないよ、かき揚げって。できないと思う。髪邪魔すぎる。大丈夫です。大丈夫です。あ、うん、あった。え、お味食べちゃった。すごいですね。堪能ですよ。トキちゃん、一回だけ変顔ってこうやってやるんだよって言われて、待って、歯に挟まってる。みんな挟まってる。変顔とは。え、変顔？いや、トギ全然できないんですけど。来るぞ。できるよ、できるよ。ね、どうしたらいいの？お願いします。一回だけちょっと頑張ってやってみるね。すごい、うわぁ、すごい、はい、怖い怖い。めっちゃすごいですね。ただただで見る顔して、あ、横見る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 、すごい。これ横から見たら平面なんですよ。こう、すごい。
めっちゃすごい。写真見てびっくりした。本物だ。生の近くで。すごいね。やってみる？迫力やばい。ちょっと練習させてください。練習して。練習する前とね、あと比べないと。やめてください。したことないらしいから、今の現段階の。じゃあ、ちょっと、歴史作りそうなんで。ちょっと。やめてください。いよいよ。今変更してるから、ちょっと。大丈夫、机。ごめんなさい。うん。ここ、汁入ってた。あ、これか。そう、ありがとう。うん、ありがとうね。ほらコメントでも気になるって気にならないでください。今の変顔気になるって本当に一回もしたことないんですよ本当になんかやろうと思ったことはあるんですよ。でやったんですけど、でもなんか友達と友人と変顔のプリクラを撮るということでやったんですけど初めてだったね。その時が初めてで、やろうと思ったのが初めてで、その時にすごい私ぶりっこすぎて、ぶりっこした覚えないんですよ、ないんですけど、ぶりっこすぎて漏れちゃって、すごく私が他のみんな加工忘れてくれない側なのに漏れてしまって今何分ですか？あ、3分、はい、それちょっと変顔は苦手な部類に入ります。今現段階のやつ、やめてください。話も。でもさ、苦手なことをやるのがこの会社だと思うんだよね。よし、いけ。苦手じゃない、やってみて。苦手じゃない、やめてください。苦手じゃない、どのくらい苦手じゃないのか分かんないから。世界放送やって、スクショするじゃないですか。トギやったのにね、トギやったのにね、どう思うね。すみません、すみませんじゃないのよ。可愛く分なってやりそうだな。プリクラどんな感じやったの？プリクラはなんかみたいな。変顔？変顔？あ、その顔一番好きです。こうだよ。それがもう変なんかどうかわかんないもんね。私的には変じゃない。美しいです、トギーさんがやるとで、あ、前向きましょう。前向きましょう。ちじゅんじゅん、せみたいです、せみたいです。ミカラマの皆さん期待させないですか？絶対にやらせる、絶対に。気が向いたら発表中やるかも。どっかでぜひお楽しみに。できたら練習しな、プロポーズ練習してきます。トイレに行くたんびにね、鏡見てね、練習できたらね。あ、ありかもしれない。ありがとうございます。練習します。トイレで変顔してるよ、やめてよ、想像するな。Thank you.
パフォーマンス審査の、チーム分けを発表します。はい、ナオオブナオチーム、チャンアダルト、レオナ XYZ、うんうん、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 はい、の3人です。はい真帆、はい、ヤン GP マイカ、はい、マジ安部敦子、はい、この3人です。はい、トギー、はい、アイカザポリス、はい、一人っ子、はい、この3人でチームです。はい、名前ない、はい、ナルハワールド、はい、この2人でチームです。ノノノノノノ、アホ、ゴブゴブゴブ、この3人でチームです。はい、で、課題曲なんですけど、僕ちょっと好きだったグループが解散したんですよ。エンパイアっていうんですけど、の、Have It My Way っていう曲が大好きで、すごい、ちょっとやってほしいなって、はい、はい、はい、思ってます。はい、あともう一曲、BiSH のオーケストラっていう曲をやってもらいたくて、はい、はい、はい、その2曲をお願いします。はい、はい、じゃあどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ナナベさん、受付はそのままですか？変えても大丈夫？そのままでも変えてもいいです。はい、ありがとうございます。ハブイットマイはそのままやってください。はい、はい、はい。みんな今年からハブイットがなくなったって、みんな合宿のメンバーで練習した時話してたのに。久しぶりのハブイットですね。覚えてますか？覚えてますよ。ギリギリ。あ、本当に？こっち、うん、あ、いてていいよ。わかりました。私ちょっと